こんにちは、サラです。今回はロレアルパリのこちらのリキッドファンデーションとのパウダーチークとクレヨンアイシャドウと口紅を紹介していきたいと思います。で、今回はこのファンデーションをメインに紹介していきたいと思います。じゃあ早速こちらのロレアルパリのインファリブルステイフレッシュファンデーションの紹介をしていきたいと思います。こちらは皮脂吸着成分とヒアルロン酸が配合されていて、崩れにくく乾燥しにくいっていう処方になってます。で、私は T ゾーンが油田で C ゾーンが砂漠系女子なのですごくねぴったりです。じゃあ早速使っていきたいと思います。今回私が使うのは115番っていう一番明るいカラーかな。で、すごく伸びが良くて、ほんと塗ったところがわからないってぐらい素肌感というかナチュラルな仕上がりです。で、こちら下地がなくても OK なので、今回はこのまま指で塗りたいと思います。で、リキッドファンデーションって結構指で塗るとムラになったりするんですけど、こちらはもうていうかむしろ指の方が綺麗なんじゃないかっていうぐらいめちゃくちゃ伸びが良くて、乳液ですかみたいな。で、気になるところは重ね付けをすると綺麗にカバーができます。はい、今こっちだけ塗ってみたんですけど、すっごいナチュラルなのにカバー力すごくない？で、反対側も塗っていきます。もう近くで見ると分かりやすいと思うんだけど、伸ばすともうピタッと密着してもう本当にナチュラル。はい、今顔全体に塗ってみたんですけど、すごくない？ゆで卵ちゃんって感じもう本当にトゥルンっていう感じに仕上がります。はい、で次にカラーリッシュルスティロスモーキーっていうクレヨンタイプのアイシャドウを使っていきます。で、今回使うのは101番と110番と103番の3色です。で、これ発売した時に正直舐めてたんですよ。絶対なんか硬いし、なんか油っぽいだろうなみたいな。で、ブラシもどうせ使いにくいんでしょみたいな感じで思ってたんですけど、実際使ってみたらめっちゃ滑らかだし、ブラシもなんかさ、一時期流行ったじゃん、こういうファンデーションブラシ。もうあれぐらいの使い心地の良さで感動したもん。じゃあまず110番を使っていきます。110番を二重幅にのせてブラシでぼかします。よれないかなって心配になると思うんですけど、乾いてすごい密着するので全然よれないです。下まぶたにも使っていきます。で、次に101番をさっきのちょっと上ら辺にのせてブラシでぼかしていきます。で、今度は103番を涙袋に入れていきます。はい、これで完成です。なんかね、仕上がり的にはリキッドアイシャドウみたいな感じなんですけど、あれって結構量の調節が難しかったり、あと手がね汚れたりするんですけど、こちらは直接塗れるし、ブラシもコンパクトで使いやすくて手が汚れないし、あと二重の溝にたまらないのでツヤ感は欲しいけど、リキッドアイシャドウはちょっとなーって思ってる人はぜひ試してみてほしいです。で、さっき手に塗ったやつなんですけど、もうこすっても全然落ちないです。はい、で次はルーセントマジックパウダーブラッシュの P8 チェリークラッシュを使っていきたいと思います。これね、色がめっちゃ可愛い青みローズピンク。鏡とブラシがついてるので持ち運びにも便利。
で最後にシャインオンの905番を使っていきます。チークがローズ系なので、なんかとろけるように塗れるので唇の乾燥が気になる方にもいいかなって、こんな感じです。はい、じゃあね、このメイクをした状態で一日過ごしていきたいと思います。はい、ということで今塗ってから6時間が経ちました。こんな感じです、まあ、若干のテカリはあるんですけど、まあ、でも下地なしでこの崩れにくさなので、テカリ防止下地とかを一緒に使ってあげたらもっとねいいと思う、これ。ということで、ぜひ気になったものがあったらチェックしてみてください。チャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。